新潟アルビレックスランニングクラブの氷七香です。初日に行われる円盤投げと最終日に行われる砲丸投げの2種目に出場する予定です。2種目ともチャレンジャーだという気持ちで、今ある力を全て出し切れるように準備していきたいなと思っています。地元開催なので少しでも成長した姿をお見せできたらなというふうに思っています。ぜひ会場でお待ちしています。応援よろしくお願いいたします。頂点への挑戦。